たか。ってことは、出向いた大魔師たちはみんな帰り討ちに会っちゃったのね。だからやめとけって言ったんだ。で、どんな刀を売ったんだ。まあ、やってみりゃわかるな。僕たちがあの大魔師たちと戦う。クロウはしぐれに勝ってね。頼む。よっしゃ、おっ始めるか。やるね。簡単に終わっちゃつまらねえ。手段は選ばなくていいで。やめるな。そこだ。そこだ。お前を斬る刀だ。避ける必要はねえ。どこにいても同じだ。ラルフ表し先鋒行くのだ。来い。どこめっちゃなかなかやるじゃん。やりやがるな。だがよ、お前の腕は悪くはねえよ。だがせっかくゴーマになったってのに、ただ出来のいい乱月流じゃねえか。それじゃ当主の俺に勝てるはずねえだろ。なら見せてやるよ、俺の剣をな。どう？もらった！今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うとはな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。それでいいんだよ、それで。よし、今日はここまでだ。いいか、てめえら、もっとすげえ刀を打って、もっと腕を磨いて俺を斬りに来い。斬ってやるさ。何百回負けようが、何百年かかろうがな。いい悪い顔になったな。ええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない？あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人、強かったね。ああ、やつは、やつらは強い。けど必要なら倒す。どんな手を使ってでも。バンエルティア号が来たぞ。行きましょう。俺も連れてってくれ。俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせる。だが、ゴーランに勝つには、その刀を振る神業を超える剣士が必要だ。
アイゼン、船にこの鎧を乗せる場所はあるか？なければ誰かに着せろ。そいつはいい。頼むぜ、黒金。任せろ。ではでは、グリモワールを見つけて古文書解読じゃ。ボウ、進路は分かっておるな？うん。サウスガンド領、南洋諸島、イズルト。